おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちらですね、北海道オンネトークを描いた作品となっております。オンネトーク。いいとこですよ。めちゃくちゃいいとこですよ。こちらが描いた作品ですね。もうなんかこう、新緑がちょろちょろちょろっと出てきていて、ここのこう、新芽の生え方とかぜひぜひ楽しんで見てみてください。それでは本編、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。オンネトーコということで、阿寒湖からもうちょっと奥入っていったとこなんですけども、こちらを描いた作品でございます。まあ、オンネトーコ、阿寒湖の方がなんかこう、観光ホテルとか周りいっぱいあってね、あれなんですけど、絶対行った方がいいですよ。絶対、北海道行かれる方、ぜひぜひ、絶対に行った方がいいと思います。こちらを描いた作品となって、水の透明度とかね、非常に。これちなみにですね、白樺の花粉が湖面に落ちてます。後で書きますが、手前の方に、ちょっと右下の方に来るのが。で、まず墨入れという作業をしていっております。これは白味と呼ばれる下地。10号の作品です。これもですね、10号の作品を描いていっております。向こうの山から描いていって、墨入れという作業をしていっております。白味と呼ばれる下地ですね。まあ、他の動画とかもたくさん上げておりますから、参考にされてください。これはもう墨汁で描いていっております。まあ、これも消えないためにですね、僕は。で、これは転写して、形は転写していっております。もう後ろの。で、これはやっぱ新緑がちょぼっと生えてきたりとか、ブルーっとかしててですね。まあ、北海道にこの、1、2、3回ぐらいこの、2年間、3年間で3回行ってます。毎年行ってます。いいですね。はい、もうね、本当に、まあ、日本を、まあ、コロナ禍になって、ちょっとこう、日本をもう一回見直そうということが、まあ、仕事辞めてからですね、特にも やりたいことをやらんとね、もういかんなと。それでこれが、下書きが終わったという段階です。あ、コバルトブルーディープ。これ、インプリマトゥーラという作業なんですけど、ローアンバー。吸収を、下地を止める作業なんですね。まあ、いろんな絵を描いてきたんですけど、それをしっかり混ぜ合わせて、テレピン。この絵の具に対して、だいたい4倍容量ぐらいかな。だいたいです。この辺は。ちょっともうちょっと青をめがええかなっちゅうので、もうちょっと青を入れましてよ。混ぜますよ、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 混ぜます。僕、10点。ね。で、テレピンですね。なんかこう、右側のあれはペットボトル切って、なんか筆を洗うところにしてます。まあ、なんていうか、途中で終わったりした時ね、墨入れとかね。で、これはポピーオイルですね。テレピンとポピーオイルということです。まあ、いろいろ行って、やっぱね、うん、石垣島、とかね、あちらの方の島、まあ、屋久島も行ったことありますし、五島列島もあれば、まあ、東北の方がちょっと浅いかなって、まだまだ浅いが、あと北陸の方もまだ最近行けてないし、まあ、中国地方はもうこの間岡山で描いたぐらいなんですけど、まあ、いろんなとこ行ってですね、で、こうやってインプリマトゥーラ、ハケでこう描いていきます。とにかく吸収早いんですよ。右の方、これマットになってきてるんですよ。これわかります？ね、もうすごいこうスピードでマットになっていくでしょ。もうこれ見たらわかりますよね。でもなんかこう、なるべくハケムラなくしたいんですけども、どうしても吸っていくから、ハケムラというの残ってきてしまいますけども、塗ったら立て立て、横を塗ったら立て立てっていう風にしていってます。絵の具と絵の具のなんかつなぎ目みたいなとこ、ここ濃くなるので、ここのところっていうのはちょっと、しっかりとやってあげやんといかんかなというふうに思います。そして完全に乾燥後、これ2層目を塗っていっております。まあ大体同じような感じの作品は同時に何枚か、3枚とか4枚とか同時に描くことがあります。使う絵の具とか似てくるのでですね、特にこの初めの段階っていうのはもうある程度似てくるので、これは北海道シリーズ3部作ということで、オンネトーコ2つと、知床5個かな。でそうでもせんと、やっぱりこう乾くの1週間とか待ってる間、他の絵描けないじゃないですか。っていうために、他の絵描くために、こういう風にしております。ね、で、叩き筆で叩くことによって。ね、まあ本当多分ね、人生なんてもう完全に折り返し地点過ぎているので、じゃあやっていきたいことやったんかちょっと案外やってないと思ったんですもんね。で、まあ北海道に、まああとは稚内の方まだ行ってへんしなとかね、まあ、よくこう行動力すごーくんって言われるんですけど、私のコメントでね、たまに行動力すごーさんみたいな、あ、これ完全に感想語、これは空から書いていきますけど、感想語、完成油というので濡らして。結局自分が書きたいもの何なのか今もよう分かってないです。なんかよく分かってないんですよね。まあ、一番人にあなたのテーマとかで問きながら自分自身がよう分かってないですけど、なんかこう、人と呼ばれるものと自然というものはある程度一つのあれかなっていうふうに思ってはいるんですけど。その自然の中にある人、まあ、人の存在みたいなのとか、まあ、ここの地域に例えば行ったりすると、熊野が主役やったりしますもんね。なんかそんな感じがありますよね。やっぱり僕らは生かされているんやなっていう感覚になんかなれるというか、もう自分の傲慢ちきなね、もう性格の悪いひねくれた部分をなんか問い直してくれるようなところがあって、まあそういったものがもしかしてテーマになってきてるのかもしらんなと。まあ残りね、自分の人生を考えたときに、まあ、まだまだあんた若いやんけと言われるかもしらんけど、なんかもう2ローテーションぐらいしてきて、なんかですね、そうなってくると、まだ見てない景色とか、今叩き筆というので叩いていってます。なんかこう、そういう景色とかも見たいなっていうふうに思うようになりまして、この3年間ぐらいはいろんなとこも行きながら、取材をしながら、やっぱね、冬の北海道もまた素晴らしかったし、この時期はもう3回目かな。6月1回、5月2回から。ね。まあやっぱ札幌とかね、都市部はもう都市部でいいんですけど、やっぱ僕はどうしても田舎へ行きたくなるというところがあります。これなんて山ですか？温根島だけですか？ちょっと知りませんけど、後でちょっと調べときますが。もうね、なんかいろんなところ。冬の温と言ったんですけど、すごかったですよ。まあその日はちょっと曇りやったから山の方まで見れなかったですけど、いやー、それはそれで面白かったですね。またその絵描きたなってきたな。冬の温とあとはすみません。あとはいろんなこうね、島とか、また島シリーズも描かんといかんなとは思うんですけどね。奄美大島シリーズもまたね、山を描いていっております。意外とこう鮮やかなビビッドな色でこう描いていって、後でこれはまた抑えます。抑えていくというような感じで、今これは。グリーンはこれは、フタログリーンじゃなくて、なんて、シアニングリーンかなっていう色とか。そしてこの土肌が見えている。ねえ、もうなんか本当にもう皆さんね、まあ、北海道の方はもうネタの方向。もちろんこういう写実的な絵とか風景が描かないしても、インスピレーション。を受けやすいような環境とかっていうのは非常にあるんじゃないかなというふうに思います。インスピレーション。そういったところからね、展開していくということもできますので、ちょん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 とこう、ちょん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 。それで、土肌とかを描いていっております。どこが一番良かったかな。でもこの温根と知床はやっぱかなり上位に入ってきますね。はい。石垣島にも行きましたしね、奄美大島も行って、九州の中でももちろん阿蘇とかも行ってますしね、大分、別府、宮崎、鹿児島、山口県、福岡、長崎、五島列島いいですよ。ねちょっと絵の具の筆致も残しつつ描いていってます。多少叩くんですけど、そこからまた、叩き腕というのを叩いたり、これはこの色からもっと暗いところを、木の隙間とかを描いて枝をこう塗り残していくみたいなことをしていっております。もう一気にね。で、この辺でこう、もともとあった常緑樹とこう新緑樹がぺっぺ芽吹いてきてる感じ。ちょ。ほんと冬行った時はびっくりしましたもんね。ここにのもう本当にこう登山道というかあるんですけど、そこのとこに宿が一軒だけあるんですけど、でそこ泊まったんですよ。私の絵飾ってあると思いますんで、よかったらね、行かれた方、なんかギソネあったよってあげたんです。で、もう、要は露天風呂で一旦外に出るんですけど、めちゃくちゃ寒くて冬。髪の毛とか洗って、一生懸命拭いて、よし、出て、宿まで走るぞってって、その間にまあ髪の毛凍るっていうね。いやー、すごいなと思いました。で、この辺はもう本当にこう、筆をグッとして叩きながらこう描いていくという。こういった本格版もちょこちょこ上げていこうかなというふうに思います。この辺とかも少し毛先を使いながらですね。そしてこの水面ですね。やっぱこう水平とか垂直とかね。こういったものはなかなか皆さんね、難しいですか。ね、難しそうですね。やっぱこうね、ある程度肩から動かしていかんと手首だけで曲がってきますからね。やっぱ垂直水平がある程度こう書けるようになっていかんといかんのやろうなっていうのを皆さんの二項評価とかで見ながら思ってます。こういうのもね、フリーハンドで書いていきますので。もちろんマスキングとかね、そういうのでやってもいいんですけど、ある程度フリーハンドで書けるかどうか、これ。ねえ、フリーハンドで水平書いていってますよ。ねえ、この辺すごいでしょう。まあこれが一層目の仕事です。これやっぱり絵の具が下が滑るような状態になっているから、ある程度描きやすいという感じはありますよね。この辺も少しずつ手前は斜めになっていって、徐々にこう水平になっていくというような感じ。で、こう手前にある木ですね。もこもこっと写真見ながらこう描いてますもんね。もこもこと。で、明るい色、暗い色、明るい色、暗い色みたいな感じで、描いていって。まあ塗り残った色がやっぱり下地としてこの色とかだとそんなに違和感なく、なるような色を僕は選択をしていっております。描き方はめちゃくちゃ自由なんですよ。もう本当に、もうだから私の描き方をしろって言ってるわけじゃないです。何かヒントになればと思ってます。ね、答えがある世界ではないので、皆さん自身の中に、答えがあると。たまにも絵は基礎なんかないとか言う日ある人いると思うんですけど、あるとは思うんですけどね。何をもって言うのかなとは思うんですけど。まあ別にそれ基礎を体得すればいいっていう話ではなくね、別にしたかったらすればいいし、したら応用が効くと思うんですよ。それ知った上でめちゃくちゃ基礎をぶっ壊したような絵描くとかね。ほんと有名になってる人は絶対基礎できるんですよ。残念なことに。ね、例えば、どこどこ大学出身ってなったら、例えば美大とかで有名な大学とか出てはってアホみたいな絵描いてても、やっぱ入るときに基礎をしっかり学んでるからできるんですよ。残念。ね。でもまあ大学は今の時代いかんといかんかというと、僕はかなり疑問が出てきているのが本音です。いかんでもだいぶいけるようになってきてるんじゃないかなというような気がしています。以前よりはね、格段と。20年間でも全然時代が変わったんですけど、あんまりこう、穏やかな、こう、ほとんど気づかない変化って気づかないじゃないですか。なんかシワとか増えてきたなとかね、もうここら辺シミそばかすが増えてきたなとかって。でも20年前とかもう全くなかったのにね、ちょっとずつ増えてくるから嫌なのよねっていう話でしょ。で、そういうもので世の中もそういう感じなんですけども、例えば、ね、20年前皆さん、僕の視聴者の人は、大体そんな20代とかほぼいないので、20代の子やったら2歳、3歳やけど、その頃スマホとかあったからね。私たちの頃は20年前は、スマホはないです。パソコンがだいぶ普及しだしている時代です。研究室、大学の研究室に入ったのが多分1998年とかから25年ぐらい前ちゃうかなと思うんです。多分ね。四半世紀でこれだけ激変したっていうことなんですけど、案外こう、そのじわーっとした、すいません、明るいとか書いたりとかしてます。ゆっくりした変化っていうのは気づかないんですね。人間ってね、恐ろしいもんですよね。私もね、この間に何回も個展もなんかして、いろんな人もあったりね、いろんな人に、あれね、友達になって、いろんな人に裏切られたりね、もう山ほどしてきました。嫌な思いも山ほどしてきましたね。いろいろありますよね。皆さんね、いいことばっかじゃないですよね。ね。なんかね、ちょんちょんとこの辺とかね。20年前のこと考えたら、大学は、まあ、だいぶそれと、いかんでも良いような雰囲気になってきたという話をちょっとすると、当時は本当にそういう、いかないと襲われない技術とかっていうのもあったですもんね。でも今はこういうのとかで僕がこういうの、僕だけじゃなくいろんなね、方が YouTube ほかしかり、あと本とか、僕らはもう本読んでしかできへんかったです。で、大学の先生に教わったというより本読んだんですよ。とにかく技法書とか読みました。とにかく技法書とか。だから皆さんも絶対併用して、この動画だけじゃなくて、なんか併用されたら、僕は本当に東京芸大と武蔵野美術大学さんが出しているこの2冊は、かなりいいかなっていうふうに思います。読んでみた印象とかっていうのも。あとは、作家さんの技術的なので言うと、塩谷くんが書いた本はすごくいい。いや、もうあそこまでもう、僕は動画で、彼は本でみたいなところですね。で、この辺は水面です。画面を立てて書いてやってます。だそういう点で言うと、本当にこう、当時、まあ本もあるし、動画もあるしっていうこととか、あとは、当時は雑誌とか見やんと作品とか見れなかったです。でも、今はインターネットで出した僕らが大学の何年生とかもう、クリックしたらめっちゃ重たくて、それを開くのに3時間とかかかって、そんな本当朝までかかるとか本当ありましたよね、皆さんね。なんかね。はい、一層目が終わったのかな。終わりました。それこのぐらいの、まあ、荒い昔でいうガラケーで撮ったような写真みたいな解像度。そこを徐々にこうね、解像度を上げていくと。今やと本当スマホとかの写真機能ももう本当に一眼レフのそこまで変わらなくなってきましたもんね。はい。ね、そういうのも驚きますよね。20年前はなんかね、カメラもフィルムカメラからデジカメに変わった時に、今もあるんです、フィルム。20年ぐらい前に撮ってた、要はポジフィルムって作品のデータで全部ポジフィルムなんです。今全部デジタルですもんね。ねえ、怖いから僕なんか USB も山ほどあります。 USB じゃなくて CS カード、あれも何種類かあったんですよ、いろんな種類で。も今なんかある程度23種類になってきたんちゃうかなって聞いて、これスカンブリングって言いますけどもね、おじさんの古臭い話聞いてもね。だから20年後が恐ろしいですよね。脳みそになんかチップ埋められてこうなんかっていう時代になるっていう説もありますよね。多少それはもうできるようになってるらしいですよ。イーロン・マスクやってるらしいですよ。考えたらビビって文字が出てくるとか、ね、うわ、怖えすげえって時代ですよね。ね。で、それがいつか当たり前になるかもしれない。ね。普通に考えたらメガネしてるけど、ね、メガネと同じような感じ。なんでもこう、ね、目見えへんからこれを補う。頭悪いからそういうので補うとかね。なるかもしれないですからね。腕がビューンと伸びるとかなるかもしれないしね。はい。空を2層目を描いていってます。何の話してんの。僕らみたいな仕事はもう本当にこう、世の中に必要のないような仕事じゃないですか。はっきり言ってしまうと。別にこれなくても、皆さん食うていけますよね。でも、なんかそのプラスアルファの仕事っていうようなジャンルっていうのは、逆にこう豊かなってくるんちゃうかなと思いたいというか、念じたいというか、どう言いたらいいかな。うん。なんていうのかな。まあ、本当にこう、僕らもスポーツ観戦をいつもまでもし続ける。お笑いを見続ける。でも、野球というスポーツはインドに行ったらないんですよね。とかね。お笑いは全世界あるやろうけども、吉本新喜劇はないところはないんですけども、日本には吉本新喜劇はあるとかね。は？美術も同じような感じになっちゃうかなっていうふうに、おじさんが一人いなくなっても世の中は普通に動くはずなんですよ。でも必要な人にとっては必要なものであり続けたいと思うように、私自身、皆さん自身がなっていくということが大事なのかなと、作品を作るということにおいてね。何を言うとんねんって説教。もうなんかあれみたいですね。なんかこう。自己啓発セミナーみたいになってきましたけど、あんまそういう意識はないんですけど、いや、よく聞かれるじゃないですか。どうやったらエクできますかみたいなね。でもやっぱりそういうことを考え続けているかどうかっていうことは僕大事だと思うんですよ。これが流行ってるからやろうとか、これ簡単やからやろうって、絶対そんなところにはもうね、もういっぱいもう敵はライバルはいるから、それは食うていけないですよ。だからそういうことも含めて、世の中のことも含めて一生懸命考えてるわけですよ。合ってるか間違えてるのか知らないですよ。でもそれが昔よりも情報として入ってくるようになってきたわけじゃないですか。いろんなことがね。あ、そしてこう2層目でちょっと思い切って鮮やかなもう1層ベッと塗ってみました。こうね、本当はスカンブリングってしてちょっと鮮やかさを落としたんですけど、もう1層こう描く前提で。やっぱりこういうところが絵の具のこう構造をしっかり作っていくっていうことですね。押しながら考えていってるんですね。少し塗り残ったような。ちょっとすいません、説教が面白い。わかります。どんなんでもそうじゃないですか。例えば、本当申し訳ないですよ。別に職業差別とかもこんなんでポロッとね、言うたこと、職業差別やとか、なんか人権侵害やとか言われたりする世の中になっちゃってるじゃないですか。そういうつもりで言ってないんですけど、本当に例えば、ホームページ作成とかっていうのも、昔だったらやっぱりこう、プロの人に頼むとおしゃれなデザインできたけど、簡単に作れるような、ができてきてるじゃないですか。で、おそらく動画もそうなると思ってるんですよ。絶対に。でも私はだからそれと真逆をいこうと思って顔を出してアホなおっさんが咳込みながら喋るというスタイルを逆張りを常にこう意識していくというか、それは絵もしかりなんだと思うんですよね。例えば、こういう白味というつるっと平滑な下地を作っていくというプロセスを踏んでるということで、いやいやもっと簡単な方に行くこともできますよ。できるんやけども、でもそれやからこその価値がまた上がるという。わかりますか？比内地鶏で取った豚骨、なんとかラーメンみたいなのと、ね、そこら辺の鶏は取れへんかなんかで取ったスープとか違うでしょ？まあそんなことですよ。そこに価値をつけていくということが、大事になってくると思うので、こういうところすみません、何の話をしとんねっていう感じで、今日4本目なんです。これと声からがなんですけど。そういうことで、ちょっと2層目を、ここのね、中間ぐらいの森の書き方はすごく難しかったです。こう、説教がましい話もするのでね、若い人よりおじさんの方がね、おじさんたちというのが徐々に引退していくべきやなっていうのは思ってます。私もしっかりですけどね。だからこういうふうにやってる分にはいいんですよ。だってもう見たい人が見ればいいんですよ。でも何か組織とかってやっぱ40代、僕ももうすぐ50代になるんで、もうそういう人は老害です。私には完全な老害でございます。ありがとうございます。でね、そういう人たちは楽しく元気に経済を活性化させることだけで僕はいいと思ってますのでね、私もね、はい、頑張ってお金も使いますしね、稼がんといかんですけどね、税金も払いながら、ね、若い人たちがこれから生きていく世界は若い人が作ればいいと思ってるんで、もう実は特に僕らの世代って本当かわいそうですよ。もう調べてくださいよ。本当に1997年、8年、9年、2000年ぐらいの超就職氷河期の人たちは、まあ、ロストジェネレーションでいなくなった世代でございますけども、こんな風にね、 YouTube の中とか絵描き業界の中でこっそりと点々と書いていっております。30分の動画喋ることをちゃんと考えとかないと、わけわかんない話をしだすというおじさんです。こういうのが面白いと言ってくれたらそれはそれで嬉しいですけどね。20年前にはなかったものとかがどんどん出てきて、本当にいつかはもうね、ドローンでビューっと来て Amazon がボイッとして、ちっちゃい子なんかね、パサッとかってね、家の前に落ちて、落ちたかのかな。でもそういう風になってきたりする。またでも宅配業者、今もやっぱ一番忙しいですもんね。だからそういうのももしかしてなんかちょっと違うこうシステムになってくるかもしれませんしね。わからないですけどね。で、この辺はちょっとこう空の色とかを木の中まで入れて、ちょっとこう描いていってます。20年後の世界を、まあもう子供たちは思いっきり減っていて、1億人をもしかして切っていく世界になっていくのはもうちょっと先ですか？ 2050 年ぐらいですか？ 25 年なんてあっという間ですよ。まあ僕はもう多分いないと思うんですけど、誰かにバンとぶん殴られてバーってなってると思うんですけど、もう25年とか、まあ多分ね、生きてこられた60代、70代の人にとって20年間であっという間やったと思ったりとかすると思うんですけど、もう20年後とかはもう AI がもうね、ある程度こう支配して、それが当たり前になっていくと。その当たり前になっていくということで、またこう世の中がですね、キャメラがだいぶ熱くなってまいりました。頑張ってあと5分持ってくれということです。で、この隙間のところの空をて森を描いていって。やっぱこうね、そしてこの水辺、ちょんちょん。これね、2層目なんですけど、もう一回同じこと最後の方にします。もう一回。ちょんちょん。ねえ、細かい仕事をしていきながら、この辺りちょっと一旦止めましょう。点々とこう細かい描写をしていっているわけですね。で、こういうのが、まあ、例えば、ね、人間がやっているということに、また一つの付加価値がついてくるんじゃないかと、実際読んでるんです。外れるかなわからんけどね。AI でいいやんとかね、生成 AI でいいやんとか、3D プリンターでええやんとかっていうふうに、まあ、言い張る人もいれば、わあ、人間の手でおっさんが、こんな、ね、うるさい、この、酒飲みのおっさんが5回ドルやっていうところに価値を求めていくのか。どうかはわかりませんが、この辺、こんな感じでちゃんとし。やっぱ怖いですよ。置く瞬間とかね。非常にこう緊張感を持ってやってます。ね。そしてこれ3層目。ね。この辺りで、この奥のこう鮮やかな緑の山にもう一層空気かけてやろうかなと。わかりますかね。ここにもう一層空気をかけて。書いていくという感じですね。一回紫塗ってから全面に油がだいたいこう行き渡って、で、ティッシュで拭き取って、こうやって拭き取りながら、こうすり込むように拭き取っていってます。で、ここでまたスカンブリングというのをザガーッと、今度は青系っぽい感じでバーッといって、どれくらいかなっていうのを探りながらやっていきます。うん、違う。あ、もうちょっと白でいこう。ね。でちょっとこう、うっすら紫とかも見えつつ、こう、塗っていって、このぐらいかな。まあ、いい絵描けましたね。なんかね、北海道三部作シリーズ。もうちょっとかな。こうやってしつこいでしょ。で、拭き取ってみたりと。それで指ですり込んで、ちょっとマチエルの中に、こう。ねえ。まあ、なんかね、こういうところも本物見てもらったら、案外近くによると、写真見たいとか言われたら僕らも負けなんですよ。やっぱり絵の具というものをうまくこう使って何かに変容させていけているかということで、この辺とかもね、結構うまいこといったんですよ。こんな少しだけ白っぽいのを入れて、シュワオンネトーコ。オンとね、ずっとね、間違えて言うてた頃ありましたけども、オンネトーコというの、この辺とかもすごく白のかけて、なんか鏡に映ってるような、ここの本当にここがビシッと氷になっている状態の時も見に来ましたんでね。とかも薄くこう塗ってティッシュで拭き取ったりとかしながらですね、指ですり込んでマチエルの中に入れたりとか、の微妙な微調整ですね。こういう枝とかも細い線で描いてあるんですよ。わあ、細かくて見えへんわーっていう人もいると思うんですけど、そういうところもですね、描いてあるわとかって見てほしいんですね。まあ、本物でしかなかなか伝わらないところかなというふうに思います。まあね、なぜ人は絵を描くのかということをおじさんなりにずっと考えています。で、大体こんなことになってきています。何度かこれは話してますけど、本当にこう CG、フル CG アニメーションとかね、映画が出てきた、トイストーリーと呼ばれるものが、映画で出てきたのが1995年かな。1995年というのはもう本当にいろんなもの、Amazon さんが出てきたり、確かね、Windows95 であったりとか、そこの時にこう起業とかされてる人がすごく多くて、そこから30年、世界は変わりました。私やってること全然変わりません。ね、真逆を貫いていくという逆張りおじさんでございます。皆さんもね、絵を描く上において、じゃあ自分の何か、そこに付加価値みたいなものは何なのかなと、自分自身しかないものは何なのかなとかっていうことは考えないとなかなか出てこないし、なんかこうそういうことが自分のなりのこうコンセプトにもなってきたりとかもするし、それが伝えたいことにもなってきたりするわけですよね。で、僕がこう今話してたようなことっていうのもある一つのコンセプトになるわけ。コンセプトっていうのは概念とか。もともとはこうはらむって子供をはらむっていうこう内包するみたいなこう意味から来てるというのを何か、武蔵野美術大学の、現代美術の藤枝先生の授業で習った記憶が今蘇ってきましたが、コンセプチュアルアートっていうのね。で、そういうこう何かコンセプトみたいなものにつながってきて、まあ、しょうもない絵ですけども、そういったことを考えながら自分の体で身をもってそちらの現地に行って、そこでスケッチなどをして、その空気なり何なりを感じ取って、また、アトリエに帰ってきて、ねちねちやっているという作品でございました。なんか今日もね、わけわからん話をしましたけども、ただ流されるように生きるだけじゃなくて、ただ流されるように絵を描くだけじゃなくて、ちょっとそういうこともなんかヒントに皆さんになればと思います。60歳の人は、あと80年ぐらいね、人生150年時代、80歳の人はあと70年ぐらいありますから、まだまだ考え続けましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。だらだらね、自己啓発的な動画になってしまい、申し訳ございませんでした。以上です。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？ね、この水面のとこ、細かく、アホみたく、嫌になりますよね。皆さんも頑張ってください。コツコツがカツコツということを言うた有名な芸能人の方がおります。ぜひぜひ頑張ってください。本日もご視聴ありがとうございました。以上です。